ダービー社、月間競輪ダービー第15巻第170号より、松本勝明、加藤明、長谷川文夫、山田英二松本勝明3月5日から2021年3月6日は、元競輪選手。現役引退後は、日本競輪学校名誉教諭、日本名輪会会長などを歴任した、京都府出身。旧正京都府立京都第一中学校を経て、 将来、医学部の入学を目指すべく、当時医学部の入試科目にドイツ語があったことを理由に、東京外事専門学校に入学。そして、同校在学中に、学士資金のためのアルバイトの意味で競輪の世界に入り、1949年6月13日に競輪選手として登録。登録番号は587である。デビュー戦は、 同年7月のナルオ競輪場で迎え3着。初勝利は1ヶ月後の同場で挙げる。同年9月に、クルメ競輪場で、初優勝。やがてアルバイト感覚では、競輪選手は務まらないと考え、東京外国語大学を中退し、競輪選手に専念することになる。また本人は後に、当時、大卒の初任給の何十倍ものお金を、 稼げたのだからやめられないよねとも語っている。以降は、先行を武器に、タイトルや勝利を重ね続け、1962年には、ミラノで開催された、世界選手権自転車競技大会に出場。1965年12月13日には、後楽園競輪場で、競輪選手として、初めて通算戦勝を達成。九百七十年二月には十一歳で、 日本選手権競輪の決勝に進出している。その後も1981年9月の競争をもって引退するまで通算1341勝を挙げ、同年10月1日に選手登録少女。この勝利数は現在も歴代競輪選手としては第1位の通算勝利数を誇る。また、この実績を表して競輪の神様とも言われた。なお、 1972年に通算勝利数1200勝を達成したことが評価され、第5回日本プロスポーツ大賞に輝いた。1982年よりホームバンクとしていた京都向町競輪場では、松本の功績を称え、年に一度松本勝脇賞レースが開催されている。なお、同選手が最初にホームバンクとしていたのは、京都市営競輪場であった。 引退後は通算勝利数第1位の栄誉を称えられ、日本経輪学校名誉教諭の称号が与えられる。同称号の第1号は、松本であった。日本経輪学校名誉教諭は名誉職であり、必ずしも経輪学校において、教鞭を取る必要はなかったが、松本は経輪学校で90期生生徒まで指導に当たった。さらに1995年1月に創設された。 日本名林会の主力メンバーとして GI などで行われるイベントに晩年まで参加していた。2021年3月6日、アクセリンパシュのため京都府内の自宅で死去。93歳坊つ。先行人筋と言ってもいいタイプで主導権を握ってそのまま押し切るといった形を得意としていた。ありがとうございます。